これめちゃくちゃ歩きやすいから、すごい長時間歩くときとかはこのサンダルでいつも届けます。動画で買ったヘルプのカバンです。なんで新しいも探すって言ってんだろ。鳥が素敵。いいなぁ。休む。貝殻のモチーフ、かわいい。とらわれし。ピンクのこと。わ、空の色がめっちゃ綺麗。今、焼きおむすびとお味噌汁を頼みました。甘口の濃い味です。ごちそうさまでした。右を見ても左を見ても味噌だらけです。私好みのお味噌を何か買っていきたいなと思っております。一番人気がこの黄金味噌。あ、これですか。へー、よかったらお味。え、いいですか。雨が降ってきた。傘持ってきてないよ。
ちゃ美味しいです。雨がね、無事止んだ。なんかちょっと涼しくなっていい感じ。うわ、発酵食品のお店が多い。私さっきから発酵食品しか食べてない。お店がね、あんまりやってない。もうこことか超絶汚いからあんまり見ないで。ビタミン注入。この下地最高だよ。でも高くて無理。この前ね、京成線沿いにあるバラ園に行ってきたんですよ。でそこが思った以上に良くて、お土産を買う場所もあるのね。ついたくさんいろんなものを買っちゃったの。それを皆さんに紹介しようと思います。私が行った時はそのバラが少し枯れちゃってたんですよ。ピークの時よりも少し後に行ったからなんだけど、まあ、すごく良かったです。次は秋にまた盛りだくさん咲くみたいなので
秋にもまた行きたいと思います。で、そんなバラ園で何を買ったか今から皆さんにお見せしたいと思います。じゃじゃん。これね、何回も私の動画では見たことあるんじゃないでしょうか。よく買っているおなじみの玄関とかクローゼットの中に置いたりするやつね。私はよくここのシリーズを買ってるんですけど、嗅いでみたらね、すっごくいい匂いだったんですよ。クラシックリネンっていう名前で、ほんのちょっとローズの香りがするんだけど、大人っぽい、あの寝室とかでこの香りを嗅ぐと癒されるなみたいな香りになってます。これを買いました。こちらは539円でした。多分ね、ネットとかでも買えると思うんで嗅いでみてください、気になった方は。はあ、これはね、かける2個買いました。今玄関に飾ってあります。はい、これはお皿を拭くやつです。627円。バラのモチーフがね、すごい高貴な感じやって良くないですか。今日からお皿をね、死ぬほど拭きたいと思います。柄こんな感じ、オールドローズかな、可愛いよね。次はこちらです。パニエデザンスエッセンシャルズベジタブルソープローズ。これはボディーソープ用の石鹸なんですけど、友達が海外行った時にこれのシリーズの違うバージョンをね、お土産でいただいて、それを使ったんだけど、すごくね、香りが良くて、あとお肌がね、かなりしっとりするんですよ。なんか香り持ちもいいのかな。パッケージがめっちゃ可愛い、よくない。これもすごくおすすめです。他のやつも前使ってた違う匂いのやつ、それも結構良かった。次はこちらです。じゃじゃーん。これ何かというと、バラのつぼみをドライしたやつなんですよ。だから例えば紅茶とか飲む時にティーカップの中にこれを2個3個入れて混ぜて飲むみたいな、そういうおしゃれなね、休みを過ごせそうなローズティードライを買ってみました。これもあんまり売ってないですよね。他にハーブティーとして使えるので、なんかおしゃれでいいなと思って購入しました。2000円くらいするのかなって思うじゃないですか。一見ね、ちょっと高そうじゃないですか。でも多分600円くらいで買えたの。でもこの段階でね、めちゃくちゃ香りがいい。で、早く紅茶に入れて飲みたいな。やってみます。次こちら、これめちゃくちゃ可愛い。見て、カバンの形になってる、中がこんな感じで、いろいろ砂糖とか紅茶パックとかは入れられる入れ物でね、持ち帰る時にもすごい大切に大切に運んできました。もう本当に可愛い。アンティークショップとかで置いてありそうな感じのデザインじゃないですか。これね、ピンクもあったんですけど、私はブルーの方にしました。私のおばあちゃんから前にね、もらったやつがあって、これもすっごく可愛いんだけど、これ私おばあちゃん家行った時に、なんか食器ちょうだいって言ってこれ欲しいって言ったら、おばあちゃんいいよって言ってくれたから、ずっとね使ってます。中にこんな感じ、私のお気に入りの蜂蜜紅茶が入ってる。これの仲間入りとしてこちらを購入してみました。キッチンとかにね、やっぱ置きたいよね、こういう可愛い、可愛くて最高。で、次ラストなんですけど、ラストこちらはね、このクッションのカバーを買いました。で、すっごいしっかりしてる生地で、デザインのね、刺繍とかめちゃくちゃ繊細なんですよ。全体的にこの水色と赤ピンクの色合いが私好みだなと思って買いました。私めちゃくちゃいい買い物してる気がする。はい、ぜひバラが好きな人は買いに行ってみてください。絶対いいものありますよ。バイバイ。